昨シーズン終了の際に、シーズン報告を会社の方にさせていただいた時も、本当に会社を通して千葉ジェッツに対する、なんだろうな、熱というか、本当に応援してくださっている気持ちが伝わり、より一層こう新しくこの、ララアリーナで始まる2024シーズンに向けてすごく、やる気も出ましたし、本当に皆さんのサポートありでこの千葉ジェッツというチームが成り立っているので、皆さんの、結果というところで恩返しできるように今シーズン精一杯戦っていきたいなと思いますし、この後渡辺龍太選手の会見があると思いますが、渡辺選手を加えて、そして新しいアリーナに、迎えるこの新シーズンに向けてチームとして今、最大の準備をしている段階なので、先ほど言ったように本当に結果として恩返しできるように今シーズン戦っていきたいなと思います。はい、取れるタイトル全て取る気持ちで今シーズン戦っていきたいなと思っていますので、これから